伝言ダイヤルとは NTT コミュニケーションズが提供していた加入電話、公衆電話から伝言を録音、再生、追加録音する電気通信サービスである。携帯電話、PHS、自家集電話、IP 電話からは利用できない。1986年に当時の NTT がサービス開始。内容は6から10桁のボックス番号をプラス4桁の 暗証番号を入力すると、伝言の録音、再生、追加録音を受けられるサービスである。サービス開始当初は、プラス4桁からなる、専用の短縮番号で電話をかける方式のため、ダイヤル回線契約電話からは、利用不可能であり、プッシュ式公衆電話、プッシュ回線契約電話、ISDN 回線契約電話から、利用可能であった。携帯電話や、 SNS などの普及に伴い利用者が大幅に減少したことから2016年2月29日にサービスを終了した。東京伝言ダイヤルセンターのサービスエリア内で8300をダイヤルすると市内交換機に搭載されているダイヤルレジスターに登録設定されていた本来の東京伝言ダイヤルセンター録音用。 電話番号である0170008300が市内交換機から変換発信された。初期、伝言ダイヤルは800801802803804805の専用短縮番号としてスタートしており、0170で始まる番号は一般には公開されていなかった。なお、0170で始まる番号を直接ダイヤルした場合は、 パルス PBO と切り替えスイッチで PBO と出力に切り替えができる電話機であれば、ダイヤル回線契約の電話からの利用も可能であった。しかし当時、NTT は、プッシュ式公衆電話、プッシュ回線契約電話、ISDN 回線契約電話専用のサービスとして提供しており、ダイヤル回線契約の電話からの利用は、サービス対象には含まれていなかった。 サービス提供エリアは、センター所在都市が属する単位料金区域、及び所在都市から、方形区画に基づく通話距離が 40km 以内に位置する各単位料金区域、さらに、立等特例措置により、通話料金が、隣接 20km までの区域と同等として、扱われる単位料金区域。利用料金は通話量のほかに、 伝言ダイヤルサービス利用料も合わせて、徴収するために、センター所在都市までの実際の距離よりも2ランク高い、距離ランクに相当するダイヤル通話料金が割り増し、課金されていた。東京伝言ダイヤルセンターを例とする。料金ランク1、東京伝言ダイヤルセンター所在都市区域内での、利用03東京 MA 内での利用では、一つ、上の料金ランクである、隣接。 2 0キロメートルまで及び離島特例地区からのダイヤル通話料金のまたさらに一つ上の料金ランクである 20km を超え 40km までのダイヤル通話料金として30秒で10円の料金が課金された。料金ランクに東京から隣接 20km まで及び離島特例地区の区域からの利用からは一つ上の料金ランクである 2 0トルを超え4 0トルまでのダイヤル通話料金もまたさらに一つ上の料金ランクである4 0トルを超え6 0トルまでのダイヤル通話料金として21秒で10円の料金が課金された。料金ランク3東京から2 0トルを超え4 0トルまでの区域からの利用048浦和 MA、04柏 MA。 042国分寺 MA、045横浜 MA、04ところ沢 MA、042立川 MA、043千葉 MA、0436市原 MA、049、川越 MA、438.0439、木更津 MA、042相模原 MA、0428、王子 MA からは、一つ上の料金ランクである 40km を、 超え 60km までのダイヤル通話料金のまた、さらに一つ上の料金ランクである、60km を、超え 80km までのダイヤル通話料金として、昼間15.5秒で10円、夜間、日曜、祝日21秒で10円の料金が課金された。と、県用の、伝言ダイヤルセンターのサービスエリアは 40km 圏内の、と、圏内のみ。サービスエリア内の、 各市内交換機から変換発信された01700発信のダイヤル信号はサービスエリア内の市内回線、市外回線網を経由してエリア内のサービスセンター所在地の市外交換機へ送られる。しかしそこから先の全国へ通じる市外回線網への展開設定がなされていなかった。このため017の青森県地域へは送り出されない。 01700発信のダイヤル信号は、サービスセンター所在地の市外交換機からは、エリア内の伝言ダイヤルサービスセンターへ送り出される。その次に、下6桁のマイナス00から8300で、録音用装置、マイナス10から8301で、再生、追加録音用装置へのアクセスする。なお、東京エリアの東京都内ではとしてマイナス40から8000で、 録音用装置、40から8 0 0 1で、再生、追加録音用装置へもアクセスする。一方、エリア外の各単位料金区域に設置されている市外交換機には、01700で始まる番号に、対する市外回線の展開設定がされていなかった。このため、エリア外からはサービスを利用することはできなかった。上記の要因のため、 各サービスエリアは完全に独立しており、東京で録音した伝言を名古屋、大阪等のサービスエリアで再生するということはできなかった。また、01700は通常の市外局番とは異なり、NTT はエリア内のセンター所在地の市外交換機を経由して、センター装置にアクセスするためのエリア内限定市外局番となるように交換機を、 設定していた。このため同じ8500でも、千葉サービスエリア内でダイヤルした場合は、千葉伝言ダイヤルセンター、録音用にアクセスしたが、神奈川サービスエリア内でダイヤルした場合は、神奈川伝言ダイヤルセンター、録音用にアクセスした。初期、伝言ダイヤルサービスでは、サービスが提供されるエリア内相互間の発信。 着信しかできないように NTT の交換機が設定されていた。なお、サービス開始当初、東京伝言ダイヤルセンターには試験用としての番号が設置されていた。これらの番号はダイヤル回線の電話機からもパルス PBO と切り替えスイッチ操作により利用が可能であった。また、交換機によるアクセスエリア規制がかけられている01700 で始まる番号とは異なり、日本全国からの利用も可能であった。なお、伝言ダイヤルセンター装置は、霊山地域の市外交換機に接続されていたため、霊山地域内からのダイヤル発信であっても、次局の市外局番の霊山をダイヤルして、一旦、霊山地域の市外交換機に、ダイヤル信号を創出する必要があった。霊山地域内から発信する場合、 自極市外局番である霊散発信を規制して霊散を強制削除する設定がなされている市内交換機に収容されている電話からは霊散をつけてダイヤルしても市内交換機が霊散を削除してしまうので局番なしの148.140として変換ダイヤル発信されてしまい利用は不能であったまた霊散を削除しない市内交換機であっても 作動プログラムに03から148.03から140の番号を受け付ける設定が欠落していた場合も同様に利用不能であった。一方、03地域の外からも市内交換機の作動プログラムに03から148.03から140の番号を受け付ける設定が欠落していた場合は利用不能であった。また、 零産地域に到達するまでの間にダイヤル信号が通過する市街中継回線もは回線の混み具合等により様々なルートが自動選択されるが自動選択されたルート上の市街中継交換機能作動プログラムに零産から148.03から140の番号を受け付け次の回線へ展開喪出する設定が欠落していた場合も利用不能であった 東京伝言ダイヤルセンターのサービスエリア内から83008301及び03から148.03から140のどちらをダイヤルしてもセンター所在地である03地域の市外交換機にダイヤル信号は到達した。なお、初期伝言ダイヤルサービスではサービスエリア内の市内交換機が01700という番号を認識すると 伝言ダイヤルセンターの利用料金として、2ランク高い通話料金を課金する、システム設定になっていた。しかし、03から148.03から140をダイヤルした利用では、料金距離ランクが2ランク上げられることはなく、通常のダイヤル通話料金が適用され、8300、8301をダイヤルした、利用よりも料金は安くなり、NTT が意図とする、 この2ランク高い課金はされなかった。NTT は適正な料金課金、サービスエリア管理の観点から本格的にサービスが開始された後、しばらくして03から148.03から140の番号を廃止し、使用不能とした。東京伝言ダイヤルセンターの場合なお、再生中に9を押すと再生をスキップし、一つ前の録音を再生する。 3を押すと再生を中断し、追加録音が開始される。また、一つのボックス番号の最大録音件数は10件まで。録音は古い順位に8時間経過すると自動消去される。すべての録音が消去されるとそのボックス番号は未使用状態に戻るので再び利用するためには8300をダイヤルし、 初回録音操作をする。NTT では、サークルなど、仲間内での情報伝達目的のためのサービスとして、提供を開始したが、サービス開始後ほどなくして、特定のボックス番号、暗証番号の組み合わせのボックスが、通称、オープンボックスとして、誰でもメッセージを録音、再生できる場所として使われるようになった。また、ここから派生して、 特定の4桁の番号の組み合わせを利用した伝言ボックスも多く作られ一種のチャットルームのような使われ方をされた。伝言サークルとして8818-0183-4649-4919-0213-1919-0721-8823-5572-8083 0999-3751-8107等が有名。この結果として伝言ダイヤル上で知り合った男女が、その後交際に発展するなど、1980年代末には、いわゆる出会い系サービスの走りとして一時人気を博したが、その後援助交際や未成年の成功などの温床となっているとしてダイヤル Q2 などとともに、その利用が、 社会問題化した。また同時にオープンボックスがダイヤル共通業者の音声広告等で埋め尽くされるようになり、出会い系サービスとしての利便性が急速に低下したことも重なり、1990年代前半に急速に人気が沈静化した。当時の伝言ダイヤルは0170の番号を通常一般に公開していなかったため、 ダイヤル回線契約の電話からの利用は基本的にできなかった。また、各センターへの通話回線路の展開設定が限定規制されていたため、仕事の出張等でエリア外に出ると利用できないという不便性もあった。また、録音件数が1連絡番号あたり10伝言と少なく、さらに各伝言の長さも、 それぞれ30秒以内で短く、録音保存時間も8時間しかなく、使い勝手が悪かった。これらの不都合を解消するため NTT は、1999年9月21日より、各都道府県のセンターすべてに、県番号を含む、新、0170番号を新規制定した。また、今度は、この、新、 0170番号を正式に公開し、ダイヤル回線からもサービスの利用が可能となった。なお、800801802803、804805 80 80 80等の短縮番号は使用されなくなった。また録音、再生が共通の番号となった。この新サービスへの移行に伴いエリア外の回線への展開規制が解除され、各都道府県のセンターへ、 日本全国からの利用が可能となった。また、録音件数は1連絡番号あたり20件に増量となり、さらに各電音の長さがそれぞれ60秒以内に延長され、録音保存時間も24時間となり、利便性が大幅に改善された。1995年1月17日の阪神淡時代震災の教訓から、 災害時の連絡手段の確保が求められた。これを受け1998年3月から災害発生時に被災地との連絡のみという限定で利用可能な災害伝言ダイヤルサービスが開始された。番号は171携帯電話や SNS などの普及に伴い利用者が大幅に減少したことから2016年2月29日にサービスは終了した。 なお、災害用伝言ダイヤルは継続。ありがとうございます。